ご飯を作ろうと思います。人参の皮を剥いていきます。人参の皮を剥いたので、次は人参を切っていきたいと思います。指気をつけて。人参を切りました。細かく細かく切っていきます。人参を切りました。次はピーマンを切っていこうと思います。ピーマンの種を抜きました。じゃあピーマンを切っていこうと思います。ピーマンを切りました。次はカリフラワーを切っていきたいと思います。で、3つの野菜は切れたので、このフライパンでこの野菜を炒めていきたいと思います。このフライパンにオリーブオイルをかけていきます。この野菜をフライパンに入れていきます。混ぜていきたいと思います。